わしの前髪大丈いいよ。夫？あ、ちゃう。まとまってきてる髪大丈夫？はい、どうも、ガキです。あやかです。二人合わせてカノネゾです。イエーイ、はい。これやっぱ恥ずかしいよ。何やめない、これ。これホールエルフのポーズでしょ。カノネゾですよ。やだわこの年になって。かわいい。かわいいの。あとあれね、カノネゾどうなの。僕ら彼女の寝相が悪すぎるっていうアカウントでやらせてもらってまして、略したらカノネゾっていうことで。かわいいよね。言ってかわいいって言ってる。言ったら言ってる。聞こえるの。人生で一回でも言ったことないからさ、そんなセリフを。カノネゾだ、皆さんあります？ないでしょ。言いづらくて仕方ねえ。いいの。はい、いいということで決まりました。カノネゾです。よろしくお願いします。お願いします。カノネゾです。はい、ということで今日は初めてやっていくので、自己紹介も兼ねて皆さんに知っていただけるといいなと思いました。質問コーナーをインスタで募集して、皆さんの質問を読み上げていきたいと思います。どん。自己紹介と年齢と身長を教えてください。はい、長崎県出身の22歳、松本彩香です。イエーイ。これ何だ。身長は164cm です。けど生であったらもうちょっと高いって言われます。僕はとつのだがくです。年齢は28歳。結構いってるよね。身長は 185cm あったんですけど、最近縮んで 171cm になりました。はい、ということで次ですね。仕事は何をしてるんですか。私はモデル活動をやっています。あと配信とかもやったりしてます。うん、なんか最近足の人って言われたりするんでしょ。はい、なんかちょっとポーズとかね、モデルの。僕はですね、一応飲食コンサルタントみたいな感じでやってるんですけど、まあ、飲食店の売り上げ上げるためにいろいろやってます。基本的にはまあ呼び込みもちろんするし、あとウェブ上の動画を作ったりもしますし、あとパーティーを自分で開催にしたりとかしてます。バルーンアートもやってます。そう、バルーンアートのイベント開いたりもしますんで、いろいろやってますという感じです。はい、次、出会いはどこですか。出会いはですね、にょんちゃん、あ、ごめんなさい、私にょんちゃんって呼んでるけど、にょんちゃんがカフェ&バーで働いていた時の呼び込み、うん、でバルーンを作ってて、その時に私がこう通りかかって一目惚れしたのが出会いです。そうね、そこからまあちゃんと詳しく話すと、うん、お店に3年間通ってくれててね、ご飯がすごい美味しかったって。そうね、そこはね、ご飯美味しくて通ってくれてて、あやかの友達から学問好きなんだよって聞かされて普通に3年間まるまる友達で、全然その時17だったんで、なんかちょっと冗談半分で、じゃあ20歳になったら付き合おうかみたいな、20歳になった時に20歳になったよって言ってきたからおー、じゃあ付き合おうかっていう感じで付き合うことになりました。けどもう2年半かな。まあ2年半付き合ってね。気づいたら2年半もノリで付き合い出したらこうなっちゃったっていう感じです。ノリで入籍してみたい。お互い好きなところと直してほしいところは何ですか。好きなところ私結構ずっと言ってるんですけど、優しいところ。優しくないけどね。で、ゆき優しい。恋はね、料理とかも全部やってくれて、しかも美味しい。二の腕、二の腕が気持ちいい。はい、直してほしいところ。直してほしいところ、おならをするところ。どこでもするからね。治らないです。無理です、それは。いや、もう、そうね。はい。あんたもするじゃん。いや、私も言わないのに、こう、死ぬけたな。死ぬけたよ。言ってた。これはカットです。これはカットです。という感じです。僕の好きなところは、やっぱ寝相ですかね、基本的に。それは違う。はい。寝相が好きです。もし、この寝相治ったら別れますね。やばい。やばい、それはやばい。性癖？性癖っていう。性癖やばい。漢字読めないですよ。だったら、まあ、直してほしいところか。直してほしいところ。どうした？ん？数分前。はい、今、あやか上でね、撮影の準備をしてるので、この間にあやかにドッキリを仕掛けていきたいと思います。バレないように音は切って撮影したので、僕のアフレコで楽しんでってください。ちなみにこれ世界一苦いお茶ってやつです。まあ、1パック、2パックぐらいでちょうどいいかな。お湯を注いだら、どうせならもう1パック。いや、もう1パック。最後にもう1パックいっちゃおうか。これで激まずなお茶完成したんでね、ちょっと味見だけしていきます。本当にちょっとしか飲まなかったけどね、めちゃくちゃ苦い。もうね、タイヤのチューブ舐めてるみたいな感じ。はい、ということで今日の撮影はですね、質問コーナーとかじゃなくてね、一応僕らの最初の動画ね、そんな質問コーナーなんて甘っちょることしません。世界一苦いお茶っていうのを彼女に飲ませたらどんなリアクションするのかって見事に戻しましたね、ここに。やばいでしょこれ。バカじ
ちゃ眠い。やばいでしょ。なんかゴムチューブ舐めてる感じじゃないもん。え、なんかさ、基本あやかお茶っぽくとかあるじゃない。なんかね。え、腐ってんのかなと思って。ちゃんとしたお茶っぱだから大丈夫。バカだね。作った人。もうルンルンでこれやってたじゃん。イエーイ。これなんだ。もうこれ関係ない。もう。YouTube だからやってたのに。もう質問コーナーとかやんないからこんなの。やるわけないじゃん。質問コーナーまだまだあるはずなの。すごいね。こういう感じです。はい。僕らのチャンネルは普通じゃないよ。またちゃんと質問コーナーをやろうかなとは思ってるんですが、多分普通にはやんないんでまた。はい、楽しみにしてください。怖い怖い怖い。もう家出する。TikTok のフォロワーが今10万人を突破しまして、10万人をフォロワー突破したら皆さんに YouTube やるって言ってたので、宣言通りやることになりましたので、とりあえずは週1ぐらい、多分サザエさんの時間あたりに、毎週日曜18時は絶対にアップしますんで、プラスあたりどっかの曜日でアップするんで、よかったらあのチャンネル登録と、はい、あとね、この動画面白いと思ったら高評価も押してもらえると、いいねボタン、いいねボタンだっけ？そう、高評価、いいねボタン押してもらえると、僕たちはこっそり喜んでます。あとコメント全部読みますからね、ぜひ皆さんコメントもください。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。